ってまいりました。今日は千葉県東京ドイツ村に来ています。しかもイルミネーションです。目的は見てくださいね。すごいでしょ。綺麗でしょ。ドイツ村の敷地がかなり広いんですけど、その一部でイルミネーションやってるんですよ。でもね、ここかなり広いです。なのでこれから皆さんに一つ一つお見せしたいと思います。わあ、これ見て、ほら床がさ、この辺よ。ほら、スポットライトを当てて、すごい。綺麗に色合いと。これ何ほらポワーって浮いてる。ポワポワポワってしゃがんだのみたい。これ何、骸骨が乗ってる、運転してるの？これさ、蜂？ねえ。蜂じゃない。ほら見て見て、なんかこれね、2000円払うとね、これに乗れて、この恐竜のなんかところをぐるっと何周かするみたい。ほら、すごいすごい。おお、すごい。ほら、これ自分で、しかも何、ハンドルとかアクセルは自分でやるのかな。勝手に走ってるっぽいよ。すごいね。ここがなんかこう恐竜の、あっちの恐竜動いてるみたい。これ動いてるよ。恐竜は動かないでしょ。あ、なんかね、あ、動いた動いた、うん、動いた動いた。お、ふにゃふにゃしてる。見て見て、やばいやばい、誰も乗ってない、動いてる。本当だ。もう来た来た来た、誰も乗ってない。何これ、噛みつき注意だって。ほら、ここはね、恐竜なんだね。動いてる動いてる。こっち見てるよ。お、こっち見た。恐竜コーナーなんだね。うわー、これはさ、ほら、ドラムとかギターとか持ってるんじゃない？で、ここはなんか15分おきにいろんなこうミュージックが変わって、演出と音楽で楽しむ場所みたい。あ、これほら、シャボン玉が出てるんだ。これさ、見て、自転車だよ。自転車を漕いでシャボン玉を出すんだよ。ねえ。で、これが一つ一ついろんなこうお食事所だったり、お土産売り場だったり、こう建物がぐるーっと向こうまであるんだね。飛んでも大丈夫なの、これ。
あのね、木と木の隙間にね、電球を入れてるんだね。だから歩いても大丈夫なの。すごい。ほら、これ始まるんじゃない？飛んでる。ほら、15分おきに始まる光と音楽のイルミネーション。ここじゃダメよ。建物も全部だよ。ほら。町の方まで見えるよ。あれは何？アクアライン？作られてんだろうね。いかがでしたでしょうか。綺麗だったでしょ。見どころ満載だったでしょ。ね。
東京ドイツ村3月28日までやってるので、ぜひ見に来てください。おすすめだよ。いい夜を過ごしてね。メリークリスマス。